はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ホストの前職、ホストになったわけということで、はい、いろいろ聞かせてください。まず自己紹介をお願いします。クラブヘブンのアキラです。アキラさん、はい、よろしくお願いします。まずアキラさん、ホストになる前はどんな職業で働いてらっしゃったんでしょうか。僕は北海道で漁師をやりました。はい、またホストとは全然違う世界というか。そうですね。なるほど、はい、ちなみに漁師というとどういったお魚を取ったりしてたんですかね。僕はもう本当に夏はホタテとか、はい、魚とか、あでもう冬になるとエビ行ったりしましたね。結構漁船に乗って遠いところまでとかですか。そうですね、日本海の荒波に揉まれてましたね。あ、はい、なるほどなるほど、はい、ちなみにそのお仕事、漁師をやろうと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか。いや、きっかけは特にないです。あ、ないんですか。はい、まあ、いいやと、はい、なるほどなるほど、それしかなかった的な感じですか。まあそうですね、ちょっとど田舎なんで、あなるほど、働くとこって言ったらまあ土建か、あなるほど、土地が海出るか、なるほどなるほど、はい、海が結構豊かな場所だったって感じだった、はい、そうです。なるほどですね。ちなみにこうそこから、まあ、全く違う世界であるホストに興味を持ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。そうですね、本当メディアとかを見て、はい、興味を持ちました。あよくテレビでやってたんで。ああなるほど、結構札束が舞ってたりとか。はい、イメージは、まあ、キラキラしました。なるほどですね。ちなみにこう、まあ、いわゆる転職ということになるじゃないですか。その、まあ、応募に至るまで どれぐらいかかりましたか。なんか思い立ったその日にとかですか。もう半年ぐらいはかかりましたね。ああ、なるほど。ちなみにこう漁師を辞めるときっていうのは辞表とかっていうのは出されるんですか。いや、もう普通に、はい、来月あたり辞めるよみたいな。ああ、なるほど。はい、それを言ってからホストに応募した感じですか。そうですね、それを言って2ヶ月後ぐらいですかね。ああ、なるほど、に応募したと。はい、なるほどなるほど。ちなみに応募してから、入店するぐらい、入店するまではどれぐらいかかりましたか。まあ普通にすぐです。応募したらもうすぐ、もう次の日、次の日もうメール送ってすぐ帰ってくるみたいな。ああ、なるほどですね。はい、なるほどなるほど。ちなみにこう、まあ、漁師という世界からホストの業界に飛び込んできたわけなんですけども、最初一番苦しんだことって何ですか。最初はやっぱりどこの職場行ってもそうなんですけど、うんうん、仕事、やっぱりホストでいうとテーブルマナーとか、はい、やっぱお客様との対応とか、うんうんうん、そこら辺がちょっと大変ですけど、やっぱどの仕事してても最初は大変かなと思います。なるほどですね。まあ、一番なんていうんですかね、生活リズムの面で結構違うと思うんですよ、漁師さんとホストさんだと。そうですね、逆ですね。真逆ですか。真逆ですね。ちなみに漁師の時は、漁師の時は、はい、営業時間が終わる頃に起きて。なるほど、ということは深夜、まあ、1時くらいに起きて。ああ、なるほどなるほど。そこから、まあ、港に向かってみたいな感じだったんで、本当逆です。ああなるほど、はい、ちなみにその漁師の時寝るのは何時ぐらいでしょう。まあ夕方6時とか、まあ早くて5時ぐらいです。なるほどですね。ちなみにホストになってからのリズムっていうのはどういう感じですか。ホストになってからのリズムは、まあどんな感じですか。まあ、朝まで起きてることが大体多いんですけど。ああなるほどなるほど。そうですね、普通にまあでも4時5時ぐらいには起きて準備してみたいな、はい、なるほど。本当に逆です、寝てる時間が。ああなるほど、はい、漁師の時寝る時間だったのが出勤時間になった的な感じですかね。そうですね。なるほどなるほど、わかりました。まあちなみにこう馴染むまでっていうのはどれぐらい時間かかりましたか。結構人それぞれだと思うんですけど、はい、まあ最短1週間ぐらいじゃないですか。ああ、はい、人によりですけど。なるほどなるほど。1週間ぐらいでもう仕事には慣れちゃったっていう感じですかね。まあ大体やってれば、真面目にやってれば1週間ぐらいで大体。なるほどですね。でもこう、まあ、働いてみて、まあ、慣れてきた1週間ぐらいでこう結構一番良かったこととかっていうのは覚えてますか。良かったこと、はい、良かったこと、
なんすかね、良かったこと。良かったこと。まあ例えば何ですかね、まあ初めて指名をもらったとか。そうですね、初めて指名もらった時とかやっぱすごく嬉しかったですし、はい、やっぱああホストってこういう仕事なんだなと、なんかこう自分が輝ける場所みたいな、あ、はい、思ってましたけど、なるほど。1週間ぐらいでも良かったなって思ったことはあんま、ああまだちょっと慣れるのに若干時間かかってた的な感じですかね、その頃は。慣れるのにっていうか、なんかとりあえずなんかこう、まあ場に馴染むことで精一杯すぎて。ああ、なるほどですね。はい、わかりました。じゃあ今、この企画を見ているユーザーの方、転職に踏み切れるかどうかちょっと勇気を欲しいと思ってるんですが、そのユーザーの方に一言メッセージをいただけますでしょうか。いや本当、多分ホストといえばすごく上下関係が厳しくて、先輩に怒られながらとか、うん、怒鳴られながらっていうイメージが強いと思うんですが、はい、みんな明るく楽しくみんなで頑張って店を盛り上げていこうという意思でやってるんで、うんうん、本当にイメージよりかすごく楽しい場所だと思います。なるほど。はいはいはい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。